昨日から本気出す。どうもこんにちは。本日なんですけども、今日はですね、皆さんにお部屋紹介していきたいなと思います。ということで、わーいということでなんですけど、まあ今日はですね、ちょっと企画したいなと。まあ要は、今まで本の紹介とかしてたんですけど、ちょっと新しい YouTuber らしい企画してみようかと思いましてですね、僕のお部屋紹介していきたいなと思います。ちょっとね、闇も深いんですけど、見ていただきたいなと思っております。じゃあ早速行きましょう。こちらはですね、所沢くん、はじめ社長の家にあるぬいぐるみね、ちょっと買ってみたんですけど、結構可愛いやつで、なかなかこんな感じでね、僕のまだ見せてない部分があるんで、ぜひともね、闇の部分も見てください。じゃあ行きましょう。ではまずですね、ここが玄関になってます。靴が2つあって、これが傘があるっていう感じのところです。そしてね、これ段ボールある感じです。鍵と、そしてね、こちらが黒ずんでるんで、ちょっと掃除しないといけないなと、そんな感じですね。そしてこれ、まあ歯周病ケアのモンダミンと、まあ、歯ブラシに、これですね、歯磨き粉、まあ髭剃りと、まあこんな感じになっています。はい。そしてですね、こちらがね、お風呂場となっております。こちらが普通かなと思いきやですね、実は僕湯船にあまり浸からないタイプの人間なんで、湯船が今ねとんでもないことになってるんですよ。それをねちょっと今からお見せしたいなと思います。ちょっとねグロ注意なんで、結構気をつけてもらいたいなと思います。それでは公開します。 3,2,1 じゃーん。これはやばいやろっていう感じなんですけど、僕湯船にマジで浸かんないんですよね。なんかめんどくさくて、時間がないっていうか、なので、にしても僕は磨くやつ買ってないから、結構ね、とんでもないことになってましてね、これ家事代行サービスの方にやってもらわないとなと思っております。ちょっとこれ、やばいわ、これ闇ですけど、あんまりちょっとね、触れないでください。じゃあ次行きましょう。はい、ではですね、今からキッチンの方をね、ご紹介していきたいなと思います。まあ、こちらね、初廊下になってるんですけど、結構ね、綺麗に整ってるんじゃないかなと思います。で、そしてゴミ箱を見つけたらね、こちら、ポテトチップス、禁断の幸せバター味。これね、最近ハマってるんですよ。ぜひ、この、皆さん、幸せバター、ポテトチップス食べてみてください。おすすめです。そしてですね、こちらがね、キッチンとなっております。ちょっとね、散らばってますね、これは。これは良くないですね。ちょっとなんか、黒くなってるので、これちょっと次回、掃除しておきます。そしてまあ、僕も結構ね、料理しますのでね、こちら、炊飯器とかフライパンとかで一度ね、料理動画、今度作りたいなと思いますので、ぜひともなんか作ってほしい料理があれば、コメント待っております。そして次に、こちら、電子レンジと、冷蔵庫ですね。三菱電機の冷蔵庫でいいやつです。でまあコーヒーですね、コーヒー好きなんで、でこれ瞬間湯沸かし器と、まあサバの味噌煮、僕結構食べるんですよ。でまあ非常食としてカレーっていう感じですね。こんな感じです。ではですね、今からお部屋の中をご紹介していきたいなと思います。まず入り口のすぐ隣なんですけど、こちらたくさんのね、食品があるっていう感じですね。これ、カロリーメイクやら、カップ麺やら、味噌汁やら。味噌汁とかめっちゃ好きなんで、これ、美味しくないですか？で、あとはこの辺ですね。チキンラーメンとか味噌ラーメンとかが好きで、置いてるっていう感じになってます。で、これがね、最近買った掃除機で、これめっちゃ便利ですね。ぜひ。おすすめしたいなと思います。そしてこれはですね、段ボールいっぱいあるのは、YouTube で撮影するときの代用機として使っているっていう感じで、です。そしてこれがね、超重いペタマックス4184キロカロリーなんですけど、まだ食べておりません。で、これね、なんか UFO キャッチャーで手に入れたやつで、これちょっとね、美顔器ということでですね、やっぱりなんか肌って綺麗な方が、なんかいろんなことで得があるらしくてね、ちょっと美容に気をつけてるっていう感じですね。そしてコナンのチョコレートに少年サンデー、こんな感じです。たくさんの本がありまして、こちらの方で紹介していきたいなと思いま
これはですね、メンタリスト DAIGO さんとかの本がたくさんあって、で、まあ、結構お金系とかもあるんですよ。この金持ち父さん、貧乏父さんとか、なんか最近ね、こちら、与沢さんとかもあります。そしてまあ、なんか、すごい社長とかあって、これ、なんかアインシュタインとかも結構好きなんでね、ジェフ・ベゾスとか、スティーブ・ジョブズとか、たくさん読んでます。そしてまあ、これはですね、最先の テクノロジーですよね。人工知能であったり、まあ、統計学であったりね。あと、まあ、そんな感じです。本もたくさんあって、あ、これですね、聖書。僕聖書持ってるんですけど、実は聖書というのはですね、世界で一番売れた本ということでね、なんかめちゃくちゃ面白いんですよ。面白いというか、結構いいことっていうかね、なかなか興味深い本なんで。心理学の本とかありつつ、で、こちらですね、マインドフルネスっていう、瞑想ですね。瞑想ってやっぱ、いいんじゃないかなと思ってね、最近、いっぱいやってます。おすすめです。そしてですね、こちら、ブラックジャック。いや、僕、ブラックジャックがね、めちゃくちゃ好きなんで、これを、こう読むと、ちょっと生き方を考えさせられるというかね、手塚治虫さんすごいなっていう感じです。あと、ちょっとポケモンカードと、なんか遊戯王カード、買ってみました。遊戯王カードはちなみにマリックとカイバ。僕ブルーアイズめっちゃ好きなんで、ぜひともなんかコメントください。で、これがそのカードの残骸。で、こちらがね、火の鳥っていう手塚治虫さんの漫画ですね。はい。お、そしてですね、こちらがね、美女カレンダーということで、僕カレンダーやっぱりこれだと決めてるんですよね。ほら。だから、1月から12月までに12人のその金髪美女が乗ってるっていうね、カレンダーで、これ誰もが男なら欲しい商品なんじゃないかなと思います。ぜひ、男性の皆さん、このね、カレンダー、飾ってみてください。おすすめです。これ12人いるから、なかなかね、いいんじゃないかなと。おすすめですよ、これ。なんか、欲しいという方は僕の、なんか、動画下概要欄にコメントください。リンクを教えます。で、ここが、最近読んだ中でもおすすめの本をね、ちょっとまとめてるっていう感じです。これとかいいんじゃないですか、孫子。これはですね、戦わずして勝つ。戦わずして人の兵を屈するのは善の善なるものなりということでね、いかにして戦わないことが大切かということを書いたね、中国の、戦争の戦略家ですね、すごい人です。一緒に読んでみてください。ビル・ゲイツとか孫正義さんもこの本読んでるみたいです。でこれ自分の中に毒を持って、岡本太郎、芸術家で僕の尊敬する人で、いい本です。まあ、こちらね、結構いい本ばっか揃えてるんですよ。ザ・コピーライティングもいいですし、天才科学者はこう考えるとか。で、これも最近ハマってるんですよね。人間とは何かっていう本とね、不思議な少年、マーク・トベインっていう方なんですけど、これ、ね、実はアマゾン創業者ジェフ・ベゾスの愛読書で、まあその、人っていうのは、自分の意志じゃなくて、周りの環境に支配されながら自分の中心の欲望で動く機会に過ぎないっていうね、結構なかなか面白い本でした。はい。こんな感じです。そしてですね、こちらがですね、はじめ社長の家にいる所沢っていう熊のすごいでかいぬいぐるみ、ちょっと買ってみました。熊ちゃん、かわいいですね。今度これ使ってなんか YouTube でやりたいなと思ってるんで、ぜひなんかコメントしてください。で、こっちがね、一応テレビあるんですけど、あんまテレビ見ないんで、結構放置状態な感じになってます。で、これは、YouTube 撮影の時の大容器ですね。ここにその iPhone を立てて撮影してるっていう感じになってます。はい。で、これね、ホワイトボードです。最近ホワイトボード買ったんですけど、これ結構使えるんでね、結構気に入ってます。なんかこれめっちゃいいやつなんですよ。なんか、めっちゃ良くて。で、ちなみにこれ今書かれてるのは、YouTube のカンペですね。これ、人生が当日から激変する朝の行動とはという内容をね、僕ちょっと YouTube で話したんで、よかったら見てください。そしてね、これまたね、YouTube の中田あっちゃんの真似をしてね、このホワイトボードで授業したいなと思ってますので、ぜひともそちらも、見てください。そしてですね、こちらがホワイトボードです。これ
これ初代ホワイトボードで、今のホワイトボードを使う前まで使ってたやつなんですけど、結構ね、安いやつで小さかったんで、ちょっと買い替えました。そしてまあ、ペンとか、服とか、あとメモ帳とかがあるっていう感じで、こんな感じです。皆さんどうでしたか？風呂場とかね、結構闇を感じた方いたんじゃないでしょうか。まあ、あそこはね、今度ね、家事代行サービス、まあ、要はそのプロの方にね、お願いして掃除きれいにしてもらいたいなと思ってますので、ちょっとね、皆さん安心してください。と、まあ、こんな感じでね、今後ね、ちょっと YouTuber らしい企画もバンバンやっていきたいなと思ってますので、なんか、こういう企画いいんじゃないですかという方は、ぜひともね、コメントとかしていただけたら、それやっていくので、ぜひ、よろしくお願いします。で、ちなみに今回の企画も、視聴者の方のね、ちょっとアドバイスでこれやってもらったらいいんじゃないですかっていうことで、ちょっとね、やらせていただきました。皆さんどうでしたか？なんか感想ください。なんかコメントしてください。そしてね、あとね、チャンネル登録と高評価ぜひね、よろしくお願いします。今後 YouTube、2021年 YouTube 本気出していきますので、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、じゃあね。